水に対する溶解度が高く、アルコールに対する溶解度は低い。水溶液では電離して、バリウムイオンと塩化物イオンに電離する。毒性がある。水酸化バリウムと塩酸の反応のほか、塩化アンモニウムと水酸化バリウムとの反応の際、アンモニアと水が発生した後生成される。工業的には、毒おもしを塩酸処理するか。 もしくは重症石を炭素と塩化カルシウムと共に熱することで製造される。塩化バリウムの飽和水溶液から温度による溶解度差を利用して積出させることでに水和物が得られ、加熱していくと水和水を失って順に一水や獲物、無水物となる。塩化バリウムは他のバリウム化合物を合成するための線具体として利用される。例えば、 塩化バリウムを水酸化ナトリウムなどを用いて複分解させることで純粋な水酸化バリウムが生成される。また、塩化バリウムが硫酸イオンと反応して不要性の硫酸バリウムを生成する反応を利用して硫酸イオンの訂正及び定量分析に利用される。日本工業企画においても硫酸塩の分析には塩化バリウムを用いた比較法もしくは 重量法が採用されている。塩化バリウムは強い毒性を有しており、日本では毒物及び劇物取締法第2条の79によりバリウム化合物として劇物に指定されている。ありがとうございます。